今回、私が選んだハンドガードはこちらですね。ジータの、こうです。インパクト X3 ハンドガードブラック、これですね。これをクロスカブに取り付けてみたいと思います。はい、開封してみました。こちらの指定ですね。ここにハンドルバーを挟んでクランプして、こちらのこの先に、このガードを取り付けるという形になります。このガードですね、この裏の部分にビスが2つありまして、このマスターシリンダーガードという部分を取り外すことができます。私はちょっと防風効果を高めたいので、これはつけたまま装着したいと思います。で、今も使っているものがこちらの北湖製のナックルガードという商品になります。これも同じくハンドルバーにクランプして、こういう感じでガードを取り付けるタイプです。そうですね、大きさ的にまあジータのものと比べてもそんなに差はないかな。意外とこの北湖のものもガードの部分は十分な大きさがあると思います。ちなみにこれインパクトの X3 なんですけども、前のモデルの X2 っていうタイプではちょっとガードの大きさはこれよりも一回り小さくなるようです。こちら現在取り付けている北湖のナックルガードです。ジータのものと同じく、このハンドルバーにステーをクランプして、ハンドガードを取り付けるタイプです。こちら右側ですね。この右側がちょっと問題がありまして、このブレーキレバーのロックですね、こちらがどうしてもステーに干渉してしまうんで、このクリアランスですね、これ確保するのにこちらのステー上側から通してます。下から通したらどうしてもこのブレーキレバーのロックに干渉するので、上を通して対応してます。ちょっと問題が発生しました。こちらのジータのステーですね。北湖のものと同じく下から取り回していこうと思うと、こういう形でですね、ブレーキレバーのロックにやはり干渉してしまいます。バーに取り付ける部分がちょっと合わないという形になってしまいました。ここですね、ブレーキレバーのロックに干渉してます。ステーを上下反転させて、ガードを取り付けていこうと思ったのですが、次はこちらですね。マスターシリンダーガードの左側のビスがステーに干渉して、うまく取り付けができないというトラブルが発生しました。取り付けが完成しました。ちょっとステーのね、この取り回しだけ工夫いりましたけども、ちょっと心配してたこのスペースもなんとか
干渉してない感じです。ただちょっとこれはブレーキのロックは使いにくいです。やっぱり見た目がちょっとオフロード車っぽくなってかっこいいですね。ジータインパクト X3 ハンドガード、こちらのハンドガードですけど、見た目も結構かっこいいんですけども、実用的にもやっぱりこの特に冬場ね、グローブをつけてる状態でもやっぱり直接風が当たらないんで指先の冷えが全然違います。まあ私はどちらかというとその目的でつけているところもあります。このステーがちょっとアーム型になっているので、エンジンにかけた時に若干揺れはあります。アイドリング状態でこんな感じですかね。私は特に気にしてません。ジータといえばバーエンドからフレームが通ってるあのアーマーハンドガードなんかが有名ですけども、こちらお手軽につけれますし、風よけで林道に入った時の枝とか草をよけたり、あと虫がですね、あと当たってきた時に直接手に当たることを防いでくれるという効果はあると思います。デザイン的にもクロスカブに合ってますし、手軽にオフロードルックに変更できてなかなかいいんじゃないでしょうか。